学校法人同志者は、同志者幼稚園、同志者小学校から、同志者大学、同志者女子大学までの旧学校園を要する、学校法人。同志者の見学精神は、キリスト教精神に基づく、良心である。創立者である、新島城は、見学の目的として、良心を手腕に運用する人物の育成を掲げた。知識教育に偏ることのないよう、キリスト教に基づく、 特育を並行して進めることで、両親の全身に充満した人々を排出したいと願ったのである。その思いを彼の筆跡のまま刻んだ石踏みが、同志社大学などの小学校に存在する。この両親比には、両親の全身に充満したる丈夫のキリライランジを、という言葉が刻まれている。また、この、両親教育を具体的に実現するための、教育理念として、 キリスト教主義、自由主義、国際主義が掲げられ、これらを通じて一国の良心たる人物を輩出することを目指している。国際主義についてはコリア研究センターが名門である。またキャンパスにある陰島中止費も有名である。キリスト教プロテスタント系の学校法人で改修派教会の流れを組む。しかし、いわゆるミッションスクールとは性質が異なり、 キリスト教伝道を主たる目的としない。1875年、明治六大教育課の一人である、新島城により設立された、同志社営学校を前身とする、学校法人。新島城、80夫妻熊本版土有志、明治時代の今出川キャンパス大正時代の、今出川キャンパス同志社女子専門学校の要塞の、授業風景ラーネット記念図書館。 今出川キャンパス同士社大学同士社中学校、高等学校1918年以前は、社長に島会館、京都市上京区同士社には、以下の文化財が存在している。重要文化財同士社に存在する、重要文化財には、以下のものがある。フレンドピース館、京都市上京区国登録有形文化財、株式会社格付け投資情報センターから、AA を取得している。 日本の学校法人の中で、この格付けを維持しているのは日本人のみである。同志社大学の校内や学生寮で生じたゴミを、京都市の許可を得ずに、同志内の焼却施設に運搬したとして、同志社の法人事業部長と清掃管理会社の社長が2016年1月19日に、京都府警察に逮捕された。渡説明基地、海老名男女先生流銀社。 1938年、最初の卒業生は、市原森弘、浮田和民、海老名団状、岡田松生、加藤雄二郎、金森通林、尾崎高堂、下村幸太郎、不破忠次郎、宮川常ねてる、森田久志番人、山崎ためのり、横井時夫、吉田咲也、渡辺達、修の忠子、名である、同志者、九、 中年少子75から79ページ、日本キリスト教歴史大辞典教文館。1988年、933ページ、投資者級。中年少子79から83ページ、投資者級。中年少子655ページ、投資者級。中年少子49から50ページ、トップページ税制関連資料。 データ特定公益増進法人財務省 HP 所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定 AB 租税特別措置法第40条第1項項団の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための 申請手続きの取り扱いについて13問加工、第262号平成13年7月2日、私学部長通知文部科学省 HP、ハット AB、手続き名租税特別措置法第40条の規定による、 承認申請国税庁 HP ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.doshisha.ed.jp スラッシュインフォメーションスラッシュインフォ 2011520HTML 学校法人同士者が AA の格付けを取得同社者代のゴみを無許可収集か大学関係者ら逮捕 NHK ニュース2016年1月19日ありがとうございます